Hazard 6. Deborah, just hold on, we're almost there. Deborah, stay with me, all right? Deborah. Ada. You look like you've seen a ghost. Ada, what the hell is going on here? It's complicated. But this isn't the time or the place. These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながら人生相談に乗っていきましょう。あ、人生相談もうあれだ。終わったんだった。ごめんなさい。前回、ちょっと、この、なんて言ったらいいんだろうな、洞窟に入る直前で終わったはずだったんですが、なんかいい区切りがなくてですね、なんか、一旦ちょっと収録を終わって、再開したら、なぜか、ここから、またスタートしちゃった。ここからっていうか、またというか、スタートしちゃった。ということなので、いきなりシーンからになっちゃうんですが、まあ、ね、初手ぬるぬる美女ですね。だって、全裸だぜ、全裸。全裸の二十歳の女の子のさ、裸だぜ、が見れたということで、皆さんもう興奮しといてください。はい。ということでね、まあ、相変わらずの雑談会になるんですけど、なんだろうな、ちょっと最近すごいストレス溜まってて、マジで、うん、なんか、本当に、年寄りって、めんどくさいね。もう30も40も離れた人たちのさ、話なんか聞いてらんねえよっていうのが正直あってね、会社って、なんだろうな、何かの部署の力が強いってよくあるじゃないですか。どこどこなら営業の力が強いとか、総務の力が強いとかって。で、営業成績を伸ばそうと思ったら、営業の力が強くないといけないんですよ。別に黙って従えみたいな、そういう話とかをしてるわけじゃなくて、営業するにおいて、あれやれこれやれって管理職、色の方ね、職業の職じゃなくて管理の色が強くなった時点で、もうね、営業するなって言ってるのと一緒なんですよ。だからノルマのためにあれをやりなさいとか、なんか こういう書類作りなさいとか、営業の時にはこれを聞きなさいとか、あれを聞きなさいとかって。でもね、結局今世の中に市場出回っている商品って、例えばそのキーエンスみたいな人たちだったらまた別かもしれないけど、だいたい同じものなんですよね。同じもの売ってるのに、なんかやり方までガチガチに固定してしまったらもうダメだよねっていう話だよね。はっきり言って、結局物買うんじゃないし、その物買うことによって解決したいとかっていうこと以上に、人から買いたいっていうのがあるんですよね。だって同じ製品売ってるんだったら、めちゃくちゃ熱いとか、情に熱いっていうか、この人に相談をしたらなんか全部解決してくれるだろうなっていうことを、信じれる人と、一方でなんだろう、なんかやる気もないけど、やる気もないし、なんか買った後に何のフォローもしてくれないしみたいな人だったら、どっち買うって言ったら、それは前者だろっていう話だし、仮に能力も一緒です、買うものも同じですってなったら、見た目のいい人から買うじゃん。要するに人から買ってるじゃんっていう話だよね。超絶イケメンの、もうジャニーズにいますよね、あなたくらいの人と、君
残念フェイスみたいな人だったら、それはイケメンから買うやんっていうね。まあそれは中身じゃないからなかなかシビアな話かもしれないけど、でも結局人間ってそういうことじゃん。そういうところで忖度するわけじゃないですか。別にあこの製品めちゃくちゃ優れてるわっていうのを利用者って申し訳ないけど、あのもう僕もそのじゃあ iPhone12 と iPhone13 の違いがどんなものがありますかってかって事細かくそれを分かっている人に説明されたとしても、結局安いから12の方でいいんじゃねって思って、まあ、あの今ね13使ってるんですけどね、結局なんでかっていうとちょっとだいぶ安く買うことができたからっていうのがあるんですけど、ね、あとなんかポイントが2万ポイントもつくんだったらそっちでも別に構わないかと思って、まあ、もしかしたら12でも2万ポイントついたのかもしれないけどね、うん、っていうところがあるんで、なんかね本当できない会社の一途をたどっていっているっていう気がしてならないっていう気がするんですよね、うん、いや毎年その売り上げは上がってってるんですよ。売り上げとかも上がってってるし、まあ、利益に関してはねちょっとその年のその、まあ、無駄に使ってる広告費によってその増減はしてるんで、まあ、なかなか営業利益っていうのは浮き沈みが激しいところにはなってるんですけど、まあまあそれは別に構いませんわと、うんうんうん、使ってくれれば使ってくださいっていうところなんですけど、売上に関してはまあありがたいことに右肩上がりでね上がってってはいると、うん、でも上がってってるからこそなんだろうな、柔軟にさせたらいいのにって思うのににもかかわらず、まあ、残念ながらどん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 管理の色が強くなっていくので、だから去年めちゃくちゃ売り上げが伸びた一方で、もう毎月のように人が辞めていって、毎月のようにとか毎月人が辞めていったっていう実情もあったりしたんで、お前らそっちの方がマネジメントとして大事なんじゃないのって思うんですよね。うん、今いる人間のマネジメント云々とかっていうよりも、そういう会社体制になってってしまってるっていうことに危機感を覚えて、もうちょっと色変えていかなきゃなんないでしょっていうふうにめちゃくちゃ思うわけですわ。ね、もうごめんなさい、めちゃくちゃ愚痴、もうバイオしながら愚痴聞かされるって、なんかもう視聴者さんからしたらふざけんたまったもんじゃねえわって思うかもしれないけど、でもなんかわかるわーってね、もうなんか人生相談いっぱい受けてきたじゃないですか。人生相談いっぱい受けてきて、俺思ったって思って、人生相談を受けてる場合じゃねえぞと、自分の人生どうにかしなきゃなんないっていうことをなんかもうね言ってしまえば、バイオのそのレオン編の途中くらいから気づいたっていうね。人の相談乗って、なんか、あ、こういうことやったらいいよ、ああいうことやったらいいよって、それは真剣に答えるよ。それは真剣に答えるけど、一方で、いや、俺の相談って誰か乗ってくんねえかなとかってめっちゃ思ったわけなんですよね。だから今めちゃくちゃやりたいこととかあるし、その、まあ、当然本業も一生懸命やってるんで、もうなんだろう、血便が出るまでとは言わないけど、それこそ体調めちゃくちゃ悪いし、うん、毎日吐き気とかもしながら仕事を頑張ってるわけですわ。うん。っていうような中で、それでもな、成功性とかって言ってくる。じゃあ、お前、俺の体調と交換して、くれ、交換っていうかもう上げるから、それでやってくれよとかって思っちゃったりするんですよね。うん。まあ、これはあくまでね、現場の意見なんでね、上は上でまた、苦労をされてるんじゃないかなと思うんですけど、でもそんなもん、申し訳ないけど知ったこっちゃないわって、じゃあ、多分、役職の下の人たちも知ったこっちゃないわって思ってるのかもしれないですけどね。でも、そこら辺も含めてさ、手当とかさ、報酬とかもらってるんだったらさ、じゃあお前らそういう仕事やってないんだから報酬出すなよって、その報酬を、コストのところからちょっとでも、なんかカットして、年末のボーナスにつなげるようにしてってくださいよ、みたいなね。っていう風に思ったりする。今日めちゃくちゃ口悪いな、俺。やべえな。ごめんね。うん。っていうとこなんですよね。せっかくね、A 打編やっても、A 打編っつっても、ここ、やってるところ同じだからね。まあ、そこはご愛嬌ということでね。今から、ぬるぬる美女が迫ってくるんで、もうとにかくおっぱいツンツンした、もう、揉みしだいてやろうかなと思う感じで、進めていこうと思うんですけどね。うん。ねえ、もうトロッコが走り始めたけどね。これトロッコ、なんかそういえばレオンってトロッコ好きだよね。バイオ4でもトロッコ出てきたもんね。うん、来た来た、ヌルヌル美女。でもな、さすがに触手3本生えてる女の子はちょっと対象にはできないかもしんないな。しかもさ、これ出し入れできてんじゃん。どうやってしまってんのって思うよね、いつも。うん、もう出し、あれか、出すだけ。いや、でも最後落ちるとき1本だけとかになってるもんね。やっぱ出し入れしてるよね。出し入れされる側のはずなのにね。はい、もうダメだ。下ネタと愚痴しか浮かんでこねえ。まあまあ、男ってそんなもんよ。うん。
なんかそう考えたらさ、毎日さ子育てに奮闘してくれてるさ嫁さんとかすげえ強えなって思うよ本当。もうなんかね、まあ、1歳過ぎて、まあ、ちょっとずつやっぱりね、赤ちゃんの頃とは違ってくるなっていうのは正直思う部分はあるんですけど、未だにね、夜中に夜泣き始めた時のその怪しいっていうの、うん、僕じゃダメなんだよね。もう一生泣いてるっていう感じで、もう5分10分とかってもうなんかずーっと泣き叫んでるから、嫁さんがまあたった5分10分なんですけど、もうちょっとしびれ切れしてしまって、変わるわって言って変わってくれて、いつもこう面倒を見てくれるんですけど、まあめちゃくちゃありがたいんですよ。でしかも娘も娘で、嫁さんの手中に収まった瞬間にもうなんて言ったらいいんだろう、ピタッって泣き止むんですよね、うん。あれすげえなと思って、やっぱお母さんの力って偉大なんだなって思って、まあ、確かに僕も自分が赤ちゃんだったら自分の親父と自分のおかんに抱っこされたらどっちがいいかって言ったら、そりゃうん、なんだろうな、 お母さんかなって思ったりするもんね親父ごついからね、182cm95kg の巨漢だからねいやーそんな感じだわマジで本当に。だからなんだろう、夜中だけなんだよね。だから昼間寝かしつけますとか朝寝しますとか、それから夜の最初の睡眠に関しては僕の腕でもちゃんと寝てくれるんですよ。でもなんか夜中にギャーって一回泣き始めちゃうと、なぜかパパの腕では寝てくれないっていうね、すげえそこがなんかジレンマだよね。なんかうん、ジレンマって言っていいのかな、なんかうん、もっと俺の腕で寝てくれよとかって思うんですけどね。だ時々そのまあ嫁さんが本当に起きなくって泣いてて、でまあ全然当たんない、あなんかこれレオン編でも見たことある図だな、もういいやねえ、いやそう、なんだっけ、あそうそうそう、僕の布団のね横で寝かしつけてとかっていうので、まあスッて寝てくれる時もあるし、その時々本当に初手のその睡眠の時、夜寝の時に横で抱っこしてというか、僕の布団の中に入れてスッて寝たりとかして、そのまま寝てくれるっていうこととかもあるんですけど、なんかね、なんだろうな、俺本当によくわかんない。やっぱり赤ちゃんには赤ちゃんのその感性っていうのがあるし、その抱っこされた時の匂いとか、その腕の温かさとかね、柔らかさとかっていうのがあるんだろうな、うん、まあそこはもうちょっと、うん、嫁さんに感謝しつつ、ちょっとねっていうところくらいしかないかなと思うんでね。いやー本当にお母さんってすごいなって思うわ、うん、かっこいい。もうダメだよね本当に男ってね、うん、なんか自分のことしか考えてない連中が多い本当に。まあ僕もその一人なんだろうけどね、その奥さんからすると。だからやっぱりその世間でさ、今女性活躍とかっていうのがもうここ10年20年とか言われ続けてるけど、やっぱもっと活躍する場っていうのを女性にとって僕らがその協力できるところ、その与えるとかって言ってるじゃん、なんかどっかの企業とかさ社会とかっていうのがさ、与えるって何様目線なんとかって思うよね。いやいや違う違う、男は女の人がいなかったらそもそも頑張んないから、そのいい意味でもエロい意味でも、うん、だって女性がさいなかったらさ、この世にさもう服なんか着ないでしょ男ね、え思わ？だって別に誰にさあそのアピールすんの、その鋼の肉体みたいなさ、鋼の肉体なんか鍛える必要もそもそもなくなるからさ、フラ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 してさ、もうなんかまたとまたの間にバナナぶら下げてさ、でもそのまま歩いてさ、でもずーっとラーメンよ、ずーっとラーメンとおでんばっか食ってっから、もう年中ね、うん、そんな生活になってくる。おしゃれな、もうなんかもう、なんかおしゃれなカフェ行って、なんかティラミス頼んで、ロイヤルミルクティーを一緒に飲んでとかって、男同士だったら絶対やらんからね。うん、
まず間違いなく。でもそれってあのスタバ行ったりとか、なんかタリーズ行ったりとかで、そういうのをその男同士でもケーキ食べたりとか、そういう飲み物飲んだりとかするのって、やっぱり周りに女性がいるから、あの自分たちもそういう情報を仕入れてちょっと意識してやってみようかみたいな、そんな感じなんよね。だからもうはっきり言って、なんだろうな、女性がいなかったら男っても死に絶えていく生き物でしかないから、そこら辺はもっとその与えるとかそんなんじゃなくても献上しなさいと、あの協力しなさい、献上しなさいと、身を捧げなさい、魂を捧げよう、心臓を捧げようですよ、本当に。はい、だからね、まあ、そんな感じでね、あのちょっと怒りがこもってしまってきてしまった、申し訳ないんですけれども、まあこんなね雑談を聞きながら、うん、楽しんでもらえたらいいかなと思いますね。ちょっとね最近は荒れてたね。ちょっと反省します。はい、じゃあちょうどね、あの区切りのいいところになりますんで、まあ、研究施設ね、あの次回パートから乗り込んでいきたいと思いますんで、一旦このパートはここら辺で終了したいと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。